and color. ちゃんと
へえ。行こう。これ。じゃあまたね。
珍しいね。え？
なんてないのに。あんたは優しいね。
今日は終日、あいにこの影響で。
これ見てみ、生ための。ついに終わった。うん、本当にようやくだよね。なんか今朝やけに霧が濃く。11月でこんなに冷え込むなんて。あれ、君たちちょうどよかった。ついさっき病院、今日から奈々子ちゃんの面会 OK って。少し良くな。あれ、その新聞。そりゃ犯人捕まったからね。まだちょっと錯乱してるみたいなんだけど、これはまだ内緒な。見つかった日記には山のアナや小西さんについての記事。どうも生ためのやつ、小西。そう、堂島さんもなんとか動けるようになったし、事件の。生ための野郎はもう捕まえたんだ。これ、それより放課後みんなで。もち、学校行ったらみんなに。七子、見ろ。どう？もう、今日だけで何度目ですか。娘さん心配なのは分かりますけど。まあ。すいません、すぐ。なんでお前が頭す。もうすぐ検診ですから。今のところ状態は安定。医者が言うべき言葉じゃないんですが、相変わらずそのため対症療法。危険な状態からは抜く。意識は回復してくれましたが、まだしばらくは様子を見てみないことには。足立、生ための件はどうなってる。意識が戻ったって言ってもまだ一日にできる聴取の時間も限られて。そうか、俺も一日。その頃には七子も退院できてるといいが。ああ、でも七子ちゃんは。外は霧がすごいし、なんだかこの町の霧どうもはす。確かに霧のせいで体調が悪いと駆け込んで来られる。そんなこと。絶対に影響がないとは言い切れ。少なくとも人々が不安になっているという点で、霧自体の成分といった話は。それよりもこの霧のせいで。霧のせいで体調不良だ。それこそ霞を食う。ほんと変な天気よね。こんなの今までな。何なのかしら、気味悪いわよ。何でも知り合いの子がね、霧で気分悪。ほら、子供って敏感じゃない。私が聞いたの、おじいさんが霧の中を運転してたら。それっておかしく。
無事故無違反だったらしいから、おかしいわよね。体に有害っていう専門家もいるんですって。やっぱりほら、この町も昔と随分変わっ。そうよね、税金払っ。これは毒ガスだ。ウイルスの霧だ。この霧を吸うな。最近アユの黙いいか。まさかね。あら、奥さんどうしたの。いやだ、なんだか。まさ、そうだ。本当に暇だね。よし、
Thank you.